キックオフ山形スタート。今日のラインナップ、ブルイズモンテリオは劇的な大逆転でホーム初勝利をつかんだ藤枝戦を越智さんが解説。さらにこの後午後2時から始まる仙台との道のくダービーについてのポイントも。マンスリー企画、亮太のナイスプレーバック。去年まで現役選手として活躍した松本亮太さんが同じポジションサイドバックで切磋琢磨した山田拓巳選手のナイスプレーを振り返ります。山形のサッカー情報盛りだくさん、キックオフ山形。こんにちは。モンテディオ山形の情報をお伝えするブルイズモンテディオ。今日は第14節藤枝戦を振り返ります。試合が行われた日はゴールデンウィーク最終日。会場の ND ソフトスタジアム山形ではドキドキ恐竜パークを開催。このイベントでは巨大な恐竜と写真撮影ができたり、おもちゃの化石発掘体験ができたり。5月中のホーム戦はすべて県内の小中高生は無料で観戦できるため、この日も小雨が降るあいにくの天気でしたが、多くの家族連れでにぎわいました。頑張れ。3連戦、そしてゴールデンウィークの締めくくりに何としてもホーム初勝利を挙げたい山形。前節から先発を5枚替え、左足の肉離れにより負傷していたセンターバック熊本が開幕戦以来の復帰となりました。山形は前半のうちに2点のビハインドを追う苦しい展開。そこで山形は後半に4枚替え。この攻撃のギアを上げる采配が見事に状況を好転させます。まず反撃ののろしを上げるゴールを叩き込んだのは横山瑠衣。途中交代からわずか5分、今季初ゴールで山形に勢いをもたらします。さらに80分、山形はコーナーキックからのこぼれ球を拾うとシェアゴがゴール前にクロス。ポストに跳ね返されたボールを南が力強く押し込み、同点に追いつきます。山形、怒涛のゴールラッシュはこれで終わらず、同点から3分後、田中航が相手の背後を狙ったチアゴに絶妙なスルーパス。チアゴが繊細なタッチで無人のゴールへうまく流し込むことに成功。山形がついに試合をひっくり返します。激闘の末ホーム初勝利を手にした山形は19位に浮上、降格圏内を脱出しました。素晴らしい逆転勝利の中、今回私が注目したのは田中航のスルーパスです。この試合途中交代でトップ下に入った田中航は何度も前線に絶妙なスルーパスを供給。攻撃のギアを上げ決定機を多く演出しました。それが結果として結びついたのが逆転をもたらした3点目のスルーパスです。このシーンで際立ったのが田中の駆け引きのうまさ。まず田中はボールを持った際、後藤に向けてパスを出す体勢に構えたことで相手の読みを誘導することに成功。その罠に藤枝のほとんどの選手が引っかかっています。特に田中の前にいるボランチはパスコースを消そうと後藤側に重心をチェンジ。さらに相手のセンターバックは後藤への展開を予測し、パスが出る瞬間までチアゴの抜け出しに反応できていません。その隙を見逃さなかった田中はまんまとスルーパスを通すことに成功。今回怪我人などの状況によりサイドを主戦場とするチアゴをトップに起用しました。これだけ田中が高精度のスルーパスを出せるのであれば、今後相手の背後を狙えるチアゴのようなスピードのある選手を田中の前に置くことで山形の攻撃はさらに発展するかもしれません。この後14時からは仙台との道のくダービー、絶対に負けられない戦いが始まります。
東北社会人リーグにいたそれぞれの前身チームの頃から J1、J2 とライバルとしてしのぎを削ってきた山形と仙台。かつて選手として監督として仙台で戦ってきた渡辺監督、今季は山形で指揮を取りダービーを迎えます。まあベガルタ仙台はベガルタ仙台です。モンテリオ山形にとってのベガルタ仙台です。だから倒さなければいけない。今季の仙台、山形が気をつけたいのはこぼれ球を拾われてからのショートカウンター。仙台のデータを見てみると中盤のエベルトン選手を中心にこぼれ球を拾う回数が多いことが分かります。ボールを拾ってから手数をかけずシュートまで確実につなげてくる仙台のシュート数はリーグトップクラス。山形が中盤でのせめぎ合いをいかに制すかが鍵となります。試合はこの後午後2時から山形が敵地に乗り込みます。大逆転の勢いそのままに連勝できるよう山形一丸で応援しましょう。去年までモンテディオ山形の選手として活躍した松本亮太さん、今年からは選手とサポーターをつなぐ存在としてチームを盛り上げてきました。そんな松本さんが選手に最も近い目線でグッときたプレーを振り返る、亮太のナイスプレーバック。今回私が注目するのは我らがキャプテン山君こと山田拓海選手です。山田拓海選手は山形一筋16年目のキャプテン。得点を許さない気迫の守備、そしてサイドバックでありながら積極的な攻撃参加でチームを支えています。僕が選んだ山君のナイスプレーは東京ヴェルディ戦の先制点のシーンです。東京ヴェルディ戦の先制点といえば山形が8連敗を抜け出すきっかけにもなったゴール。亮太さん、どこがナイスなのか解説お願いします。最初のこのビルドアップの時点では4枚で回してるんですよ。フォーバックで長谷含めたで、ペナちょい前ぐらいからもう逆サイドもう来てる。ほらでもやっぱこの思いっきりの良さが山くんのいいとこっすよね。このシーンをなぜ選んだ。山くんが好きだからいや同じポジションだからですね。僕ならできないなっていう、この後のリスク管理を気にしちゃうかなって自分だったら、うん、この29なんかどっかで取られてボールが引っかかったりしてカウンターを食らったらどうしようって思っちゃう自分だったら。なんでここ入ったんだよマジで山くん山田選手はなぜリスクを恐れずゴール前まで走り込むことができたのか、亮太さんが直接山田選手に聞いてくれました。お願いします。お願いします。なんであそこまで行ったのかなって。あ、いや確かにまずはリスク管理考えちゃうよね、うん、ポジション的にも、うん、だからそんなに全部はいけない、まあ、開始直後っていうのもあって元気だったのがまず一つと、うん、自分がその前に行くことによってその相手のサイドバックだというウイングの選手を戻させるっていうか守備に回らせることもできるから、うん、そういうアグレッシブさが自分の良さでもあるんで。ちなみに股抜きはあれは狙ってたんですか。あれはいやもう本当ボール流れてきた瞬間にまず吹かすのだけ、もうそれだけに集中して、あの股抜きは一切狙って狙ったって言いたいけど。ということでなんとか連敗をね止めようと試合開始から全開でゴール前に走り込んだ先制点にナイスプレー。亮太さんの決めポーズがビシッと決まったところで最後にお知らせです。今年からクラブコミュニケーターとして選手とサポーターをつないでくれた松本さんですが、先月末急遽トップチームのコーチに電撃就任しました。コーチになったからには選手のねナイスプレーを引き出せるように一生懸命やっていきたいと思います。はい、応援します。ありがとうございます。頑張ります。ということで残念ながらこのコーナーは一旦今回がラスト。
松本コーチ、これからの活躍期待してますよ。今日のみんなのシュートは鶴岡市のサッカー4兄弟さんから。モンテリオ山形のホーム戦でイベントに参加した息子さんたち、試合後自分たちで作ったサッカーボールを使ってピッチで遊ぶ様子が楽しそうですね。皆さんも番組ツイッターまでサッカーに関する写真や動画をどんどん投稿してください。内容ももちろん大切ですけど、まあ、ダービーは特に結果が全てだったので、まあ、本当に勝つだけかなというふうに思います。